スノーマン深沢達也、今日からヒットマンで10年ぶり地上波連ドラ相葉雅紀とは初共演。スノーマンの深沢達也が27日にスタートするテレビ朝日系連続ドラマ今日からヒットマン金曜午後11時15分に出演することが9日に分かった。主演の嵐、相葉雅紀とは初共演となる。本作は平凡なサラリーマン稲葉重吉、相葉がある日突然大事件に巻き込まれて伝説の殺し屋の名を継ぐことに。愛する家族を守るために裏社会で奮闘する様子を描くアクションコメディードラマだ。深沢は重吉がサラリーマンとして勤める会社のやる気なし責任感なしのダメダメな部下である山本照久役で出演。口だけは達者なダメ上司、遠藤、勝村政信と共に重吉を困らせる。約10年ぶりの地上波連続ドラマ出演で、相葉とは初共演となる。